皆さんこんにちは、中和奏者の河野和之です。今日はですね、多くの、奏者やチューバーを演奏されている方が結構悩んでる人が多かったので、なんかちょっと僕なりの解決策をですね持ちたいなというか、まあご提案したいなと思って、皆さんも少しでもですね日々の楽しい、チューバーライフの、まあ、ご提案をしたいなということでお話をしたいと思います。この、マウスピースがないありますけども、ちょっともし後ろ座ろうかな。よいしょ、見えますかね。まあこういう風に、まあ、構えてるんですけども、結構ですね、今見えたのかな、多分見えてないと思うんですが、この膝がですね結構滑るんですよね。もうちょっとこう少し中華鏡でやってみてもいいですか。あ、そっか、これをもう少し傾ければいいのか。よいしょ、こんな感じで皆さん座りますよね。で、構えて持つと思うんですけど、結構こう滑りやすいです。ここ非常に、まして演奏会のブレザーとかでこうパンツ履いたりとかすると結構滑りやすくなって、あんまりイギリス人でつけてる人はいなかったんですが、僕がおすすめするのが、結構ホームセンターとかで、あとは100円均一とかでも結構最近売ってます。この滑り止めシート、地震の対策のやつとかでもいい、家具が揺れないように用のこのトカトカで売ってるんですよね。で、S バスの場合は僕はいろいろやってみたんですよ。こっちにしてみたりこっちにしてみたりしたんですが、正解の時はこっちにやってます。こういう風に持つので、で、S カの時はこっちに右足にこの滑り止めを乗せて、こうやって乗せると結構左手が自由になるし、この右手も結構楽です。少し滑り安心感が違います。特にですね、まあ吹きやすいかな、なくてもいけちゃうんですが、まああった方が僕は、吹きやすいので使ってます。で、こういう風にですね、長い感じで言ってるんですよ。まああとは短くもなってるんですが、これをただ単純に短く切ったり、自分のねこう体格に合わせて、切ればいいだけですので、これおすすめです。で、またちょっとこうすり減ってきたら捨てればいいやりますので、これおすすめします。使ったから上手くなるわけではないですけど、まあもしなんかズルズルっとするのに悩みがあって、危険なのが滑ってきちゃったのに気づかなくて、だんだんこういう風な走行になってきちゃったりとか、まあロングターンの時も話しましたけど、だんだんこうなってきちゃったりとか、こうなんか姿勢がチューバの重みに耐えきれなくて、ズルってなっちゃうのが一番もったいないので、ぜひもし必要だったら使ってみてください。そして、まあ、せっかくなので、僕は最近ちょっとこっそり使ってるんですけど、筋トレはしてるんですが、やっぱどうしても、チューバーを背負ってですね、いろんなところに仕事に行きます。そうするとですね、やっぱどうしてもこの背筋や腰がですね痛くなるので、多分僕はあんまり腰が強い人間じゃないみたいで、腰が痛くなります。で、結構音大にいた時もですね、腰痛がってる、まして女性の方が多かったですね。やっぱ細いので、結構太ってる人たちはみんな大丈夫そうなんですけど、そう、痩せてる人たちは結構辛そうにしてる、またどうしたもんかなと思って、考えたんですが、Amazon でですね、まあ、大体2000円かかんないぐらいで売ってますけども、これ腰のバンド、これ売ってます。で、ここになんか鉄板というかバネ、鉄板かな、ちょっと固めの補強材みたいなのが入ってて、で、これを本当僕は修行してこうやってパッつけて、こうやってつけてチューバ背負うと、ここにこう多分重さがここと腰にだけじゃなくて、ここに分散されてですね、非常に楽になります、チューバの運搬が。あとはもしハードケースで持たれてても、このバンドつけてれば腰の力も使えるようになるので、グッと
今までよりもちょっと楽に持てると思います。これはすごく良かったので、もし皆さん腰痛いなとか、チューブを持つのしんどいなって思ったらですね、これすごく僕はおすすめします。これなんかパイクスピークっていう会社の、こういうの会社言っていいんですかね、わかんないですけど、まあ多分大丈夫です、会社ですけど、ぜひ僕は Amazon で買いました。 Amazon で売ってたので、2000円しなかったと思います。ぜひおすすめをします。これを使って、まあいろいろ皆さんね、チューブを持って行かれると思うんですが、やっぱ腰一回痛めちゃうとね、治りにくいですし、ヘルニアとかになっちゃうと大変ですから、しかもこうやってね、チューブはずっと座って演奏したりとか、なかなか立って演奏することないじゃないですか、できるだけ長く楽しく練習された方がいいと思いますので、ぜひこの使ってみて、腰のねサポーター使ったり滑り止め使ったりとかして練習されるとまた、違うかなと思います。それでは今日もリチューバーの内容をお楽しみください。ありがとうございました。ぜひ、ご視聴いただいていいなと思ったらいいねボタン、そしてあとは下にサブスクリプションのボタンがあると思いますので、ぜひそれ赤いやつかな、ぜひそれを押してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。